こんにちは。八千代塗キリスト教会の牧師吉原学です。今日は8月の19日、創世記の10章の1節から32節、ノアの3人の息子の歴史、世界の民族の起源というテーマで見ていきたいと思います。今日も御言葉によって私たちの行くべき道を確かなものとしていただきましょう。創世記10章1節から32節。これはノアの息子セム、ハム、ヤフェテの歴史である。大洪水の後、彼らに息子たちが生まれた。ヤフェテの子らはゴメル、マゴグ、マダイ、ヤバン、トバル、メセク、ティラス。ゴメルの子らはアシュケナズ、リファテ、トガルマ。ヤワンの子らはエリシャ、タルシシュ、キティム、ドダニム。これらから島々の国民が分かれ出た。それぞれの地に、言語ごとに、その氏族に従って国民となった。ハムの子らはクシュ、ミツライム、プテ、カナン。クシュの子らはセバ、ハビラ、サブタ、ラーマ、サブテカ。ラーマの子らはシェバ、デダン。クシュはニムロデを産んだ。ニムロデは地上で最初の勇士となった。彼は主の前に力ある狩人であった。それゆえ、主の前に力ある狩人、ニムロデのようにと言われるようになった。彼の王国の始まりは、バベル、ウルク、アッカド、カルネで、シンアルの地にあった。その地から彼は、アッシュルに進出し、ニネベ、レホボテイル、カルフ、およびニネベとカルフの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。ミツライムが生んだのは、ルディ人、アナミム人、レハビム人、ナフトヒム人、パテロス人、カスルヒム人、カフトル人。このカスルヒム人からペリシテ人が出た。カナンが生んだのは、長子シドン、ヒッタイト、エブス人、アモリ人、ギルガシ人、ヒビ人、アルキ人、シニ人、アルワデ人、ゼマリ人、ハマテ人。その後、カナン人の諸氏族が分かれ出た。それで、カナン人の領土は、シドンからゲラルに向かって、ガザにいたり、ソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムに向かって、ラシャにまで及んだ。以上がその氏族、その言語、その地、国民ごとのハムの子孫である。セムにも子が生まれた。セムはエベルのすべての子孫の先祖であり、ヤフェテの兄であった。セムの子らはエラム、アッシュル、アルパクシャデ、ルデ、アラム。アラムの子らはウツ、フル、ゲテル、マシュ。アルパクシャではシェラフを産み、シェラフはエベルを産んだ。エベルには二人の息子が生まれ、一人の名はペレグであった。その時代に地が分けられたからである。彼の兄弟の名はヨクタンであった。ヨクタンが産んだのはアルモダで、シェレフ、ハツァルマベテ、エラフ、ハドラム、ウザル、リクラ、オバル、アビマエル、シェバ、オフィル、ハビラ、ヨバブ。これらは皆ヨクタンの子であった。彼らが住んだ地は、メシャからセファルに及ぶ東の高原地帯であった。
以上がその氏族、その言語、その地、国民ごとのセムの子孫である。以上がそれぞれの家系による国民ごとのノアの子孫の諸氏族である。大洪水の後、彼らから諸々の国民が地上に分かれ出たのである。今日の十章では、ノアの三人の息子たちが登場します。セム、ハム、ヤペテのですね、その系図というものが示されていきます。ポイントは昨日のところで、父ノアへの対応のその違いによって、その後の系図が、また歴史がですね、全く違ったものとなっていったというのを見ることができます。父の罪を覆って正しい態度を取ったセムとヤペテは、祝福された民族となり、また後に救い主を生み出す系図を築いていきます。しかし、父の罪をあらわにしたハムの系図は、そのソドムとゴモラに示されているように、堕落と呪いの歴史を築いていくことになります。人類の歴史には常に二つの道がありました。それは、誠の神を恐れて共に、神と共に歩む歴史。そしてもう一つは、神を恐れず、自分が神となって生きるというですね、歴史であります。それは二つに一つだと言えます。その選択によって歴史は全く変わってくるということを今日の御言葉は示しています。まず、一節を共に読んでみましょう。これはノアの息子、セム、ハム、ヤフェテの歴史である。大洪水の後、彼らに息子たちが生まれた。ここから全人類はもともと一つの民であったということがわかります。そして全ての国、民族がここから分かれて生まれていったということを見ることができます。つまり私たちは本来全てが同じ家系から生まれたものであり、また起源が同じ神の家族であるということを私たちは見ることができます。私たちは今多くの紛争と争いの中で、同じ民族同士で実は争い、殺し合うことをしているということに気づく必要があります。それが実はどれほど愚かなことであり、それは自分自身を傷つけることである。自分自身を呪うことであるということですね。私たちは知る必要があります。本来家族であるならば、私たちは罪を負い、そして許し、愛し合うべきだということです。今の時代は分断の時代だと言われます。それは真理は一つではなく、互いが信じるものが真理だとする間違った思想によるのです。誠の一致と平和のためには、私たちの起源である創造主である神から私たちはもう一度始める必要があります。そこから私たちは一つであり、そこに私たちは起源を持つ神の家族だということを覚える必要があるのです。私の知人のですね、宣教師は以前は銀行マンでした。その当時はこの世の価値観とですね、そして進化論を信じていました。聖書の御言葉なんかですね、とてもナンセンスで聞いていられないというですね、人でしたけれども、しかし、ある苦しみを通して、神が天と地を創造されたというその御言葉が突然、魂を貫いたそうです。そして、作り主がおられるなら、私の持っているすべての問題は、疑いは解決することができると、彼は思いました。その真理の御言葉に出会ったときに、過去に敵国であった、その日本を愛する者となり、今は日本で使える宣教師となったのであります。今日も真理を選び取る一人一人となって、私たちを通して御国の歴史と救いの系図が築かれることを主の御名によって祝福します。今日の2節から5節を見ていくときに、ヤペテの系図がですね、示されています。五節を読みします。これから島々の国民が分かれ出て、言語ごとに、氏族に従って
国民となった。ヤペテの系図は小アジアから散らばってヨーロッパに広がっていったと言われます。6節から20節ではハムの系図が示されています。ハムの系図はノアによって呪いが宣言された系図です。ここにはカナンに代表されるようにイスラエルに敵対する争う民族が示されています。ここでのポイントは8節9節に示されるニムロデがですね、登場することにあります。ニムロデは最初の勇士となった、主の前に力ある狩人であったとあります。彼が最初の勇士であったというのは、初めに国を建てた権力者でありました。そして彼は野の獣とも戦いですね、勇敢な狩人でありました。そして外敵からも国を守る、そのような勇敢な勇士であったということが示されています。しかしもう一方でニムロデはその名前の意味のように反逆者でありました。それはニムロデが自分の権力に頼り、神に反逆するものとなっていったからであります。その自分の力を示すために彼はバベルの塔を建てました。そして神の呪いを受ける結果となったのであります。それはノアが宣言した通りに、神に逆らったハムの系図に与えられたその呪いを受けるものとなったと言えます。どんなに権力と富を手に入れたとしても、神を恐れない者にはその力がむしろ呪いとなります。しかし力がなく弱いものであったとしても、神を恐れる者には祝福があります。主が共におられるからであります。私自身の人生の前半戦を見ても、神を恐れずに自分の力で生きようとしました。そして喘ぎましたけれども、ことごとく失敗に終わったのを覚えています。しかしその時に神は私を守り、そして神の御元に導いてくださいました。今は自分自身力はないことをですね、認めながら、神により頼むその幸いというものを本当に経験し、神様の恵みを味わうものとされていることを感謝しています。どんなに力と富があっても、神に逆らって生きることができるものは一人もいません。私たち一人一人が世の力ではなく、神を恐れるものとなって、神の御力によって生きるものとなって、私たちが御国を受け継ぐ一人一人となることを主の御名によって祝福します。21節からのところではセムの系図が示されています。セムの系図が最後に示されたその理由というものは、人類の歴史にどれほど罪が満ち溢れていたとしても、神はそのセムの系図からイスラエルを立てられ、そして救いの系図を描かれていくということを示しているからであります。この世がどれほどの罪と争いに満ちても、神の救いの計画が止まることは一度もありませんでした。そしてこれからも止まることはありません。この世の歴史、ヒストリーは人の力によって作られるものではなく、全く力のないものとしてこの世に来られ、そして力なき者と共に歩まれたイエス・キリストによって、この世の歴史は描かれていくのであります。私たち一人一人がどれほど小さく弱く見えるものであったとしても、キリストと共に私たちはこの世に誠の救いの系図、神の御国を築くものとなっていくことを祝福します。それではお祈りしましょう。父なる神様、力がすべてに見えるこの世にあって、真理を見分ける分別力と信仰を与えてください。私たち一人一人を救いの系図を描く神の民としてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。